2020年応援ソングのパプリカです。この曲は米津玄師さんのプロデュースにより制作された曲で、なんといっても可愛らしいダンスが魅力的なんですよね。踊れるよという方はぜひ一緒に踊ってください。ボーカルは石田添える、風間修馬、コーラスは川村好美です。それではどうぞ、パプリカ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、パプリカの花言葉をご存知ですか？君を忘れないという意味があるんだそうです。そんな素敵な意味が歌詞にも込められていたと思います。続いてお送りします曲は嵐のモンスターです。日本テレビ系土曜ドラマ怪物くんの主題歌として使用されていました。モンスターというタイトルの通りハロウィンにぴったりですね。ぜひ皆さんもモンスターと口ずさみながらお聴きください。それではどうぞ、モンスター。
曲の途中の掛け声は皆さんもぜひご一緒にお願いします。それではどうぞ、勝手にシンドバッド。
曲は優しいあの子です。連続テレビ小説夏空の主題歌にもなったこの曲、夏空の舞台北海道のすがすがしい雰囲気と歌詞に込められた愛情をボーカルの歌声とともに感じてもらえると嬉しいです。それではどうぞ、優しいあの子。その先に知らなかった世界、恋を散らす風すら味方にもできるかな、切り取られることのない丸い夜空の色を優しい